はい、ソムニウムファイル続きからやっていきたいと思います。とりあえず今ね、水木ちゃんがねギネス記録挑戦中ですね。50キロのベンチプレスを休みもせずに延々と上げ続けるって、もうこれ化け物ですね。シュヤンでも20回ぐらい上げたらもう結構きついってなるのに、この子はもう100回ぐらいは上げてるんではないでしょうか。まあとりあえずひとみさんから話しかけていきましょうかね。うん、ツッコミどこ満載。学校での水木、担任について。水木の姿勢症が治った理由。あ、いろ、X-ray って何？どういうこと？あ、そっちか。あ、肩になんか入ってる。これ多分、撃たれたら原因がこれ、あ、それで右腕動かないのか。じゃ、撃たれたのこれ、そういうことか。右肩の骨に、チタン合金製のプレートが埋め込まれている。うん、てっきり下着でも見るのかと思ったわ。だって6でもねえ野郎やなと思ったけど。撃たれた原因、撃たれたことが原因になって右腕が動かなくなったんだな、多分。まさか。まさか？まさか？どのまさか？とりあえず戻るか。ひとみさん。学校での水着。ああ、右腕。やっぱり気になりますよね。動かないんですか？ええ。感覚もありません。事故か何かで？そうですね。事故みたいなものかもしれません。6年前、銃で撃たれたんです。右肩を。ああ、89号かばった時だ。それで神経をやられてしまって、ある日突然、見ず知らずの暴漢が私の家に押し入ってきたんです。一丁の拳銃を手にして。え、あれ、こっちのルート89号悪役？あ、違うか、これ伊達の記憶だから。あれか、黒いやつが悪役に見えてるだけか。実際はローハンだもんな。え、ローハンだっけ。どうやら男はその時正常な判断ができない状態にあったらしく。薬ですか？そうかもしれません。供述では誰でもよかったと。いわゆる通り魔的な犯行だったようです。一体どういうことだ。俺が見たあの夢は関係があるんだろうな。でもなんで伊達がその夢を見たのかが。さあ、なぜでしょう。理由はわかりません。何か特別なことをしたわけではないんです。ただ、水木ちゃんのそばにいて、ぎゅっと。あ、ごめんな。俺が癒せなかったからそうなったんだよな、きっと。ぎゅっと？ええ。強く抱きしめ続けたんです、一晩中。そしたら水木ちゃん、明け方になって先生って。母性愛を感じたのかもしれないな。一言漏らして、それからボロボロと泣き始めて、今はご覧の通り、すっかり良くなったみたいです。胸の奥に仕えていたものが涙と一緒に流れ落ちたのかもしれません。これさすがに元気なりすぎだけどな。もう100回以上上げてんじゃねえかこれ。学校での水木。水木ちゃん、口数は少ないですけど、とても利発で聡明で、そして何より優しい子だと思います。優しい？私が重い荷物を運んでる時に何も言わずにそばに来て持ってくれたりするんです。イケメンかよ。私がクラスのことで悩んでた時は花を摘んで届けてくれたこともありました。いい子すぎる。確かにちょっとした問題もたびたび起こしはしますが、でも決して悪い子ではありません。問題というのは？理科の実験で使うためのカエルを全部逃がしちゃったり。優しさなんだろうな。学校のいじめっ子たちを懲らしめようとして、その子たちの前歯をへし折ったり。パワー系すぎる。もう強すぎるんだよな、それ。それはちょっとした問題ではないと思いますが。私は好きですよ、彼女のこと。いじめっ子虐待するために鍛えてんのかな。虐待ではないか、撃退するために鍛えてんのかな。ただほんの少し武穂木浦君と同じで。担任について。私が小学校の教員をしていることは言いましたよね。ああ、だがまさか水木の担任だったとは。
私も瑞希ちゃんが伊達さんと一緒に暮らしているなんて知りませんでした。沖浦くんの事情で瑞希ちゃんが別の家から学校に通っているのは聞いていましたけど、沖浦くんはそれを親戚の家だって。まあ、だいぶ嘘ついてんな。でも違ったんですね。瑞希ちゃんからなんとなく経緯は聞きました。俺はこの家で瑞希と一緒に暮らしている。だが俺は瑞希の正式な保護者ではない。だから学校に行ったこともなければ、学校側の人間がこの家を訪れることもなかった。そういった類のことは全て沖浦に任せていた。まあそこはお父さんだしな。沖浦は育児を放棄したが、父親は父親だ。公的な責任だけは果たしてもらう。それが瑞希を引き取るための条件だった。瑞希の担任になったのは偶然？確か沖浦とは高校時代からの知り合いでしたね。ええ、英徳学園で同じクラスでした。ところで、あなたが勤めているのは公立の？はい、区立の小学校です。偶然ですか、知り合いの子供の担任になったのは。そうですね、クラスの担任になったのは偶然です。本当か？でもうちの小学校に瑞希ちゃんが入学してきたのは偶然ではありません。沖浦くん、私がいる小学校に瑞希ちゃんを通わせたいと思ったみたいで、それで学区を変えるためにわざわざ引っ越しを。まあ確かに、見ず知らずの先生に任せるよりは見知った人に預けた方が安心ではあるな。5年前の春のことです。沖浦が翔子と離婚する前のことですね。ええ、だけど翔子さんも強く反対はしなかったと聞いています。まああんまり子供に関心ありそうな人じゃなさそうだったしな。戸籍上瑞希は沖浦の自宅に住んでいることになっている。小学校は当然その学区内にあり、ここからではかなりの距離がある。瑞希は毎朝電車に乗ってそこまで通っているのだ。大変だよな。沖浦の居場所知ってるか？沖浦くんですか？いえ、特に心当たりは。そうですか。瞳は沖浦が入院したことを知らないようだな。イリスの場所。今日は日曜日ですから、まだ家にいるんじゃないでしょうか。本当か？本当ですか？いえ、わかりません。あの子のスケジュール正確に把握しているわけではないので。昨夜から連絡は？取っていません。一晩中瑞希ちゃんのそばにいて。イリスが、あの子がどうかしたんですか？いえ、大したことじゃありません。いや、大したことである気はするんだが、まあ、とりあえず終わりか。じゃあ次瑞希に話しかけるか。何回あげた？200回言ったんじゃないの君。化け物だな。瑞希、ナイルの件、失声症、発見者アイスピック、沖浦。あ、これであれか。本当だったら、警察署で聞ける話をここで聞いていく話になるのか。俺が話しかけると瑞希はベンチプレスのバーをフックにかけ、静かに身を起こした。瑞希、お前にナイルしてきたのは沖浦だな。え、なんで？俺には、切れやすいが頭も切れる優秀な相棒がいてな。そいつに調べてもらった。前半は余計だ。送信時刻は2日前金曜日の午後8時5分。文面はこうだ。瑞希、パパは大変なことに巻き込まれてしまった。今すぐブルームパークのメリーゴーランドに来てくれ。助けてほしい。お前の力が必要だ。うん、そうだよ。確かにパパの携帯からナイルが。でも言ったらパパが疑われちゃうんじゃないかと思って。それで黙ってたのか。うん、パパが私を頼ってくることなんて今までなかったし、どうしても行かなきゃと思って。それで太田を誘って現場に。ブルームパークは立ち入り禁止区域として指定された
川崎地区の中にある。ホームレスやゴロつきの連中がうろついていて、あの辺り一帯は無法地帯に。さすがの水木でも、一人で行くのは心細かったんだろう。なるほど。ここら辺のストーリーは多分前回と一緒な気がするから、ちょっとスキップしましょうかね。はい、ちょっと待ってて。はいはいはい、じゃあ最後水木ちゃんに沖浦の居場所聞いてみようか。あ、瞳のこと教えてくれなかった。先こっち行くか。さあ、どこだろう。何か心当たりは？ないよ。あるわけないじゃん。パパの行動をいちいち把握してるわけじゃないし。前回だとそれで散歩ケットって言って散歩ケット行ったら親父さんが吊るし上げられてたんだよな。お前がいた病院には来なかったんだよな。うん。でもあの人はそういう人だから。あれ、父親も父親でろくでなしか。いつも忙しいし、私のことなんか。もう分からんか。イリスの居場所。イリス？知らないけど、なんでそんなこと聞くの？いや、ちょっとな。水木は夜中の配信動画を見てないってことか。ああ、そのようだな。まとめ。とにかく、水木の失声症は治ったんだ。よかったじゃないか。ああ、そうだな。まさか瞳が水木の担任だとは思いもよらなかったが。ん？どうかしたか？いや、なんでもない。マップだ。じゃあ移動しましょうか。じゃあ次はスナックマーブル、ママに会いに行きましょう。ママに会いに行くときも水木一緒だったもんな。車にこっそり乗ってることもなさそうか。ただいま。あら、伊達ちゃんじゃない。そして相変わらず鰹節磨いてる。久しぶりね。どうしたの？いや、ちょっと聞きたいことがあってな。もしかして名波翔子、レンちゃんの別れた奥さんの件？レンちゃんというのは沖浦レンジのことだ。相変わらず察しがいいな。ニュースで見たわ。ひどい事件ね。じゃあママに情報収集してく？翔子に関する情報。水いっぱいくれないか？調子はどうだ？沖浦の居場所。居場所聞くか。さあ、最近全くご無沙汰だし、悪いけど心当たりはないわね。レンちゃんがどうかしたの？俺は沖浦が事故に巻き込まれたこと、搬送された病院から失踪したことについてママに伝えた。そんな、本当に？ああ、わかったわ。何か情報をつかんだら連絡する。頼んだぞ。頼りになる。証拠に関する情報。まあ知らないこともないけど、役に立つ情報かどうかはわからないわよ。構わない、教えてくれ。翔子が投資会社の代表をしてたのは知ってるわよね。ああ。その会社、ああ、大掛かりな詐欺組織によって運営されてたの。あ、これであれか、熊倉組に乗り込むところルートに入るのかな。じゃあちょっとここも前回ルート見てるし、スキップしましょうかね。ちょいお待ち。はい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 。今ちょっとストーリー進めてたら、腕時計の説明に入ったんだけども、なんかこれもしかしたら、もっと詳しく前回のルートよりも聞けるかもしれないから、ちょっと見てこうか。交際の記念にって。ああ、もちろん離婚した後のことよ。あ、そっか、この時は水木がいて気使ってたんだっけ。レンちゃん、ものすごく喜んで、私に見せびらかしたりして。それ以来、あの時計は肌身離さずつけてるの。だけか、何も情報得られんかったわ。こんなもんじゃない？ここ、なに、マーブル。彼女はこの店を切り盛りしている店主であり、ここではママと呼ばれている。彼女と言ったが、見ての通り性別は男性、心は乙女。いわゆる措置系の組合に所属している人物だ。組合なんてあるんだ。ママ。あ、終わり？あ、もう特にないんか。じゃあ、あと調べられるもんないじゃん。お客さん別にいないよね。帰る？帰るしかなくね？え？聖セバスチャンの絵画だな。聖セバスチャンは、敬虔なキリスト教徒だったが、西暦287年、
1月20日、時のローマ皇帝、ディオクレティアヌスによる迫害を受けて殉教した。これはその時の様子を描いたものだ。待って、俺何調べたらいいの？まさか絵の説明急にされると思わなかったわ。ソファー？あと特に調べられるもんなくね？棚？おまま、おな、なんだったん？まとめ。証拠は違法な取引に絡んでいた。レンタルスマホを偽名で登録していたのは、その仕事に使っていたからかもしれないな。熊倉組か。熊倉組は沖浦との関係が。前に沖浦から聞いたことがある。乗り込んでみるか。ああ、面倒なことにならなければいいが。あ、じゃあこれで今度瀬島に会えるのか。はい。これまたあれじゃね？戦闘始まるんじゃねえのか？あ、戦いそう。あ？誰だてめえは？またドス持ってる。場所を間違えたんならとっとと消えんな。わかった。それじゃあな。おい、伊達。めんどくさいから嫌なんだよ、こういう連中相手にすんの。おい、何をボケット突っ立てやる。殺されてえのか、てめえ。てめえ、うん、申し遅れたが、こういうもんだ。殺か。こいつは生きてたんだよな、瀬島は殺されたけど。伸びてる。で、サツが一体何の用だ。その前に名前を教えてくれ。モーマだ。武田氏馬と書いてモーマ。モーマか。いくつか聞きたいことがある。2日前の夜、ブルームパークのメリーゴーランドで女性の死体が発見された。名前は名波翔子。知ってるか。事件についてはな。どうして知ってる。ニュースで聞いたからだよ。猟奇殺人だなんだとマスコミの連中が騒いでる。いやでも耳に入っちまうぜ。まあ、ここら辺も会話変わんねえんじゃねえかな、内容。これを調べられるんじゃない。マーブルだな。テーブルだ。大遺跡のことを英語でマーブルって言うんだよ。灰皿は、まあ、ちょっとここら辺もスキップしていこうか。ちょっと待ってて。確信の多分瀬島出るところまでスキップすると思う。しょい待ち。はい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 。なんか前回と違う。今回ダイモン X レイできる。瀬島いないんか今回のルート。え？でこんなとこにアセトンちゃんのフィギュア隠してんの？どういうこと？ダイモンの裏に隠し金庫が。中に何かあるな。見覚えがあるぞ。こいつは松下食堂で見たものと同じ A セットのフィギュア。なんでこんなとこにあんの？だな。だがなんでこんなもんが。まさかとは思うが。 A セットのファン？なあ、お前もしかして A セットのファンなんじゃ。なんだそいつは。マジかよ、お前アセトンちゃん好きなのかよ。女子高生のネットアイドルだよ、知ってるだろ。てめえ、うちの親分をバカにしてんのか。親分はな、ガリガリのゴリゴリのバッキバキの硬派なんだよ。その親分がそんなもんのファンなわけねえだろうが、クソ野郎。やめろやめろ、お前親分えぐられてるぞ。いや絶対好きじゃん。お前そうなのか。アセントンちゃんに合わせてやろうか。破壊力ポッカポカ敬おう。破壊力、破壊力500メガトンアセトンちゃん。ガチガチのファンじゃねえかお前。予想外だったな。まさかこんなところでアセトンのファンに会えるとは。ポッカポカ布団水トンアセトンちゃん。ノリノリだけど隠す気ないけど。敬おう。おとんプラトンアセトンちゃん。やっぱりか。親分、今のはうるせえバカ、見るな、どっか行け。顔赤くしてるし。聞こえなかったのか。
さっさと出てけっつってんだよ、うんこ野郎。これアセトンちゃんの話したくてしょうがねえんだろうな。せめて出てくまで我慢すればよかったのに。こいつ、組員はもう一人の伸びた組員を担いで出て行った。親分って泣いてるよきっと。さてと、俺はあんたの秘密を手に入れた。バラされたくなかったら正直に答えるんだ。まあそれぐらいバラされてもいい気もするが。ち、わかったよ。秘密弱くね。そんでそれでいいのかお前は。なんこんなとこに隠してんだってか。探すの苦労したわ。翔子殺害のアルバイ、仙台組長ローハン、翔子と熊倉組の関係、まさかお前が A セットのファンだったとは。これ気になるよ。なんでわかった。金庫の中に A セットのフィギュアを隠してるだろ。どうしてそれを。俺には超能力があるんだ。でここら辺からは会話あんま変わんないんじゃないか。熊倉組は宇治崎一家を本家とする二次団体の一つだ。その宇治崎一家の構成員全てが参加するゴルフコンペがあってな、昨日も一昨日も俺たちは全員その旅行に出かけていた。帰ってきたのは今朝のことだ。疑うならホテルの従業員に聞いてみるといい。伊達、早速だが調べてみた。ホテルの宿泊記録には確かに組員たちの名前があった。また監視カメラの映像にも彼らの姿が。熊倉組の連中が翔子を殺害するのは不可能だ。もちろんモーマも含めてな。前回のルートでイリスがすごいむごい殺され方してるけど、まあモーマ生き残ってたじゃん前回ルートは。まあでもイリスのことこんだけ好きだったらあんなむごい殺し方することはないから、モーマはまあ犯人からは外れることになりそうだね。ローハン。ローハンは俺の兄貴だ。心病んじゃったってやつだよ。組織としての兄貴分でもあったが、血を分けた実の兄弟でもあった。会話一緒そうだね。じゃあこれちょっとスキップしようか。で、入院していた理由、これ心に病でしょ。で最後、ローハン左利きだった。なんか別の話入ってきてるな。これ見てくか。おう、確かに左利きだったよ。やはりな。ローハンは右側反則空間無視を患っていたのだろう。何？知っての通り、脳は右脳と左脳に分かれている。このうち言語機能を司っている方を優位半球、空間能力を全ている方を劣位半球という。一般的には左脳の方に優位半球がある場合がほとんどだが、左利きの人間のうち3分の1程度は右脳の方に優位半球が割り振られている。さて、ローハンは左利きだったとモーマは言った。したがって彼の優位半球は右脳に、劣位半球は左脳にあったとしても不思議ではない。ローハンは頭の左側を金属バットで殴られた。これにより左脳を損傷、空間的な認知能力を失うことになったと。ああ、そういうこと。それで病んだってこと。あ、はい。ローハンに反する話の続き。とにかく兄貴は頭をぶん殴られてから人が変わったようになっちまって、冷酷つうか残忍つうか、例えば敵対する組織の幹部をとっ捕まえた時、兄貴はそいつのつま先から腿の付け根までゴリゴリと大根おろしですりおろしていったんだ。やばすぎだろ。何の表情も浮かべず、まるで鰹節でも削るみてえに。だがここはそういうイカれた連中がのし上がっていく世界だ。兄貴は組織の中でメキメキと頭角を現し、やがて宇治崎一家の親分から杯を受けることになった。つまり兄貴を組長として宇治崎一家の二次団体熊倉組を立ち上げたってことだ。ローハンはいつ入院を。今から6年前のことだ。その時兄貴は組の存続に関わる重大な危険因子が存在することに気づいたらしい。詳しいことはこの俺にも教えちゃくれなかった。それがあれかな、ひとみとイリスなのかな。多分ひとみさんを撃ったのはローハンだもんね。何か遠い昔にとんでもないヘマをやらかしたとかなんとか。
とにかく兄貴はその一件を内々で処理しようと思ったみてえだ。だが兄貴が立てた計画は失敗。追い詰められた兄貴は自らの手でその危険因子を処分することに。一人で相手の家まで乗り込んでいき、茶化でそいつを撃ったんだ。ああ、完全にひとみさん。その後すぐ兄貴はあえなく御用となった。裁判にかけられたが、精神鑑定の結果、兄貴は犯行当時心神喪失状態にあったという診断が下された。20年前のあの日から兄貴の頭はどん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 とぶっ壊れ続けていたんだ。で、兄貴は特殊な病院に、実弟であり舎弟でもあったこの俺が熊倉組の後目を継ぐことになったってわけだ。じゃあ最後かな。翔子と熊倉組の関係。ええ、確かにそうだ。名波翔子は熊倉組の傘下にある投資会社で代表を務めていた。で、なんか問題があったら熊倉組に対処してもらってたって。投資詐欺の会社だろ。ここはスキップしようか。見てるもんね。オキラレンジを知ってるの？どうせとぼけども無駄なんだろう。知ってるよ。翔子の前の旦那のことだな。まあレンジ自体もこの熊倉組にお世話になっ てたって。どこにいるか心当たりは？さあ、わかんねえな。沖浦とは頻繁に連絡を取り合う仲ってわけでもねえし。モーマのサーモグラフに異常はない。うん、嘘はついてないってことか。モーマがアセトンちゃんのファンっていうくらいしか情報得られんかったな。なあモーマ、一つ頼みがあるんだが、沖浦の居場所を突き止めてくれないか。目撃情報でも何でもいい。とにかく手がかりが欲しいんだ。断ったら金庫の中身をバラす。弱すぎやろお前。お前たかだかフィギュアで弱すぎだろ。その代わり引き受けてくれたら褒美をやろう。褒美？ A セットに合わせてやる。なんだってオタクをうまいこと利用している。昨日沖浦の事務所レムニスケイトで会ってな。それで彼女とはちょっとした知り合いに。本当だな。ああ食い気味。なんかめちゃくちゃ働いてくれそう。前回のルートで頼れる仲間ってあんまいなかったけど、今回すげえ頼れる仲間入ったかも。約束だぞ。約束だ。約束だぞとか言ってるすげえ嬉しそうなんだけど。まとめ。熊倉組は翔子殺害事件とは無関係のようだな。めぼしい収穫といえばモーマがイリスのファンだと分かったことぐらいか。まあでも強力なバッグがついたってのはでかい気がする。それが収穫？いずれ役に立つことがあるかもしれん。さあ場所を変えるぞ相棒。もうここに用はない。じゃあなヤクザマップ。あ、一回アビス本部に帰るのか。了解。うわあ、もうこっちの水木失声症になった方ルートの方がなんかいい感じにやれてる気がするな。なんか誰も死んでないよな今んとこ。相棒に話すか。話しかける。イリスとの連絡。オキューランの行方が気になる。ここら、ここ2つだよな。イリスとの連絡とオキューランの行方。まあ、イリスとの連絡は未だ音信不通だ。もうイリスさん、携帯は電源が入っていないか、電波の届かないところにあるらしい。心配なのか？いや、昨日はどうかしてたんだ。夢の中で見ただけなのにな。水木のソムニウムで凍りついたあいつの姿を。オキウラの行方。それにしても気になるのはオキウラの行方だが。ああ、どこに行ってしまったんだろうな。弱音を吐く。なあ相棒、俺はもう疲れたよ。らしくないな。どうしたんだ？翔子の死亡推定時刻は2日前の午後5時前後。それからもう48時間以上経つ。なのに一向に捜査は進まない。弱音だって吐きたくもなるさ。確かに
お前とはかれこれ5年の付き合いになるが、こんなことは初めてかもしれんな。俺と相棒について。今から6年前、俺は全ての過去を失ったらしいね。名前も住所も家族のことも幼い頃の思い出も何もかも。それからもう一つ失ったものがあった。左の眼球だ。どうしてそれが決めちまったのかはわからない。気がつくと俺は新宿の街をあてもなくふらふらとさまよい歩いていた。そこをボスに拾われたと手を差し伸べてくれたのはボスだった。さあ一緒に来て、あなたにふさわしい場所があるの。まあ絶対ボスも昔の伊達のこと知ってるから拾いに来たんだろうな。俺はボスの手引きによって警官となり、アビスに配属されることになった。それから1年後、制御室に呼び出された俺はピュータからあるものを見せられた。が相棒なんだろ。こいつの正式名称は AI ボール。相棒って呼んでやってください。こいつの中にはとてつもなく優秀な人工知能が組み込まれています。このルート前回見ているの。ちょっとスキップしようか。ルートっつうかストーリーか。今回ばかりはどうもな。あ、終わった。急に叫ぶの。うわぁ、霊的なやつ。唐突。さっきからずっといただろ。お前その格好で出てくるのやめてもらえないか。どうして。人に見られたら変なやつだって思われる。大丈夫だ。この姿はお前にしか見えない。お前の左目から直接脳内に映像を送り込んでいるからな。ああ、そういえばそうだったな。というか今の言葉聞き捨てならんな。なんで変なやつだって思われるんだよ。当たり前だろ。そんな身なりのやつが隣に乗ってたら変質者と思われるに決まってる。奇抜なコスプレしてる人かなって思われるかも。そんなこと言うなら自爆してやるからな。やめろ、脳みそ吹っ飛ぶ。本当に自爆なんてできるのか。すごいどうでもいい話が広がった。 AI は嘘をつかない。マジだったのか。ちなみに俺の眼下の中で自爆したらどうなる。お前の頭蓋骨がスイカみたいに吹っ飛ぶ。怖すぎ。なんでそんな物騒な木の方が。私の中には最高ランクの国家機密が詰め込まれている。ハード的な意味でもそうだし、ソフト的な意味でもそうだし、能力的な意味でもそうだ。私は世界に存在する 99.99% のコンピューターをハックできる。やば。そんなもんが誰かに奪われたらどうなる。警察の、というか国家の存亡に関わる重大な危機だ。というわけで、もしもの時のために私には自爆機能が搭載されているのだよ。でも自爆はしてほしくないの。自爆機能について。ま、厳密に言うと自らの意思によって爆発することはできないんだけどな。どういうことだ。アシモフ先生がロボット工学三原則で定めた通りだよ。私は自殺ができないようにプログラムされてるんだ。ただし管理者権限を持った者が自爆しろと言ったら自爆できる。要するにお前が命令を下せばってことだ。言いたくねえなそれ、自爆機能について。でもなんかすげえ本当危機的状況になった時、相棒に自爆しろって指示出す時が来るのかな。これちょうどいい。この機会にキーナンバーを決めておこう。おっと、前回のルートこんなんなかったからな。絶対これ今回爆発ルートあるじゃん。起爆装置を作動させるための番号のことだ。コマンド41205。お前がこの番号を告げたら私は速やかに自爆する。41205。いや、それだけではちょっと危険だ。ロックは2段階にしておいた方が安全だろう。さっきの数字は第1段階の解除キー。それを告げてから1分以内に第2のコマンドを発行したら。その第2のコマンドとは。そうだな、俺が何か嘘をついたら。嘘？真実とは異なること、本当とは真逆のことを言ったら、そいつを第二のコマンドとみなしてほしい。わかった、了解だ。僕絶対爆発するじゃんこれ。ああ、一つ言っておくが、私は自爆しても消滅するわけではないから安心してくれ。一安心だわ。よかったわ。じゃあ、え、
私が目にしたもの、聞いたもののすべてはクラウドストレージにアップされている。無線通信によって随時リアルタイムで。従って私の本体が粉々になっても、私のバックアップデータが失われることはない。私の記憶はもちろんのこと、思考中枢を司っているメインプログラムも含めて全部。それって永遠に死なないってことじゃ。まあサーバーが生きてる限りはな。なんか安心した。とりあえずはキーナンバーについて、七海翔子殺害事件、まあ、まず D じゃない。とにかく七海翔子殺害事件、そいつを解決することが俺たちの使命だ。唯一の手がかりといえば、翔子のレンタルスマホにかかってきたあの電話だけ。相棒、発信者のスマホはまだ電源が切られたままなのか。待ってくれ、調べてみる。伊達、つながるみたいだぞ。え、マジか。マジだ。かけてくれ。我々の電話は着拒されているか。だったら別の回線を使えばいい。お前ならたやすいことだろ。だが、どの回線を。翔子のレンタルスマホ、伊達の自宅の回線、アビスの回線、長目黒キャバクラの TF ラウの回線。うわー、どうしよう。自宅だと水木たちいるから危ないじゃん。翔子のレンタルスマホはもう意味ないじゃん。アビスだったら、あ、いや、アビスだけど、やっぱ TF ラウしかねえかも。アイボが助手席に座っている。え、違う、そういうことじゃない。え、あ、間違えた。出ないな。あ、出た。あ、出ないか。D フラウ。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望により、おつなぎできません。え、D フラウ着拒されてる？わかったぞ。発信者はティーフブラウンの常連だ。確かに。顧客リストでも洗ってみるか。可能性あるかもしれない。アービスの回線。ダメだ、繋がらない。じゃあ最後、ショコのレンタルスマホ。なるほど。発信者は一度ショコのレンタルスマホに電話をかけている。あ、前回これに、あ、違うか、これにか、これでかけたわけじゃないのか。番号を見て相棒でかけたのか。あ、じゃあ大丈夫か。その回線からかかってきたら出てくれるかもしれないだろ。とはいえ、普通にかけても夕べの二の前に。大丈夫だ、考えがある。本当かよ。相棒、翔子がどんな声をしてたか覚えてるか。ああ、私も何度か会ったことがあるからな。もちろんお前の左目にいる状態で。だが、あいつの声を再現できるか。音声データはクラウドストレージに保存されている。優秀だな。合成すれば不可能ではない。じゃあ頼む。え、翔子の声で電話をしろと。ああ、私が。お前しかできないだろ。仕方がない、わかったよ。本当に大丈夫か。私は AI だぞ、お前のようにうろたえたりはしない。よし、お手並み拝見と行こうか。出た。つながった、つながったぞ。テンパってる。めっちゃテンパってんじゃねえか。とにかく落ち着け、深呼吸だ。こんな茶番してる間に電話切られそうだが。一つ気づいたことがある。なんだ。私は AI だ、深呼吸をしても意味がない。いいからさっさと始めろ、切られちまうぞ。あの七海翔子ですけど。バカな。もう返事した。七海翔子は死んだはずでは。瀬島か。はい、死にました、2日前に。アホー、なんで正直に言うんだ。あ、私はその双子の妹で。双子。とにかく名前だ、名前を聞き出せ。どうやって。預かった荷物を届けたいと、まずは住所から。山田さんですよねと尋ねてみる。いや、絶対瀬島なんだよ、それはわかる。あとは別人ねと切れてみる。失礼ですがお名前をと担当直入に。荷物か。
実は姉から荷物を預かってて、それで届けたいんですけど、どこに？だったら事務所に送ってくれ。事務所？事務所というのは？私の事務所だ。調べればわかるだろう。それとも私が誰なのかわからずにかけているのかね。まずいぞ、このままじゃ切られる。くそ。山田さん、あなたは別人ね。失礼ですが、お名前は？と単調直入に A。 ダメだ、そんなことを聞いたら怪しまれる。そうか、ダメか。これ切れる？あなたは別人ね。何を言ってる？とぼけたって無駄よ。声が違うもの。あなた勝手にあの人の携帯を。いや、これは私の携帯だ。嘘。嘘に決まってる。きっと誰かがあの人になりすましてるんだわ。いい加減にしたまえ。私は国会議員の瀬島壮。やっぱり自己紹介始めちゃったよこの人。間違いなく本人だ。国会議員の瀬島。ごめんなさい、疑ったりして。いや別に構わないが、それより。あ、すみません、ちょっと急用が。また後でかけ直します。それじゃ。なんで瀬島が？わからない。だがひとまず別人ということはないだろう。声紋が一致したからな。瀬島はテレビにも出るほど有名な国会議員だ。まあ、前回のルートだと殺されて左目えぐられてたよね。その瀬島が2日前翔子のスマホに電話をかけた。一体なぜ？とにかくお手柄だろ。かなり。ああ、よくやった。それだけか？なんだよ、頭でも撫でてもらいたいのか？別にそういうわけじゃ。こっちのルート相棒伊達のこと好きだよな。俺は左目に指を突っ込んでグリグリしてやった。撫で方えげつない。やめろ、くすぐったい。グーリグーリ。怖い怖い。やめろって、人工神経がちぎれる。結構危ないこと言ってたよね。電話がかかってきたのはそれから間もなくのことだった。誰から？瀬島？伊達、捜査本部から電話だ。ボスか。繋いでくれ。あ、アビスの伊達さんですか。私は名波翔子殺害事件捜査本部の赤坂と言います。実は伊達さんにちょっと報告しておきたいことが。なんだ？昨日の昼過ぎ、こちらの方に妙な電話がかかってきたんです。あ、これは89号のやつじゃない？府中刑務所の受刑者から。受刑者？やり取りは音声データとして保存してあります。とりあえず聞いていただけますか？それであなたは？89号だ。ここではそう呼ばれている。一体どんなご用件で？俺は名波翔子を殺した犯人を知っている。俺をここから出してくれたらそいつを教えてやろう。司法取引ってやつだよ。やつは必ずまた誰かを殺す。生きながらにして目をくり抜いて、おそらく何人もの犠牲者が出るだろう。もし奴の犯行を止めたかったら、素直にさっきの条件を飲むことだ。じゃあな。こんなもんいたずらに決まってるだろうが。もちろん私もそう思いましたよ。ですが、一応報告だけはしておこうかと。そっか、ご苦労だったな。では、失礼します。本当にいたずらだと思うか？念のため89号について調べておいてくれ。わかった。だが今はそんなことよりも。瀬島だな。乗り込むんだな。これはもうここまで来たら乗り込むしかないもんだもんな。なんか今回の車トーク結構あれだったね。たわいもない会話が多かったよな。相棒とのさ、トークタイムが多かった。瀬島って。まあでもなんかほんとこっちのルートあんまり人が知らないから、ちょっと一安心している俺がいる。うん。じゃあちょっと区切りもいいし、一旦ここまでかな。おいおい、勝手に入ってくるんじゃない。警察を呼ぶぞ。
どうした先生、警察の者が。お前、お知ってる？何しに来た？ちょっと聞きたいことがあってな。忙しいんだ、明日にしてくれ。名波祥子の件だ。知らないとは言わせないぜ。ああ、知ってると思う。ニュースで見たよ。殺されたそうだね。2日前の午後9時2分、あんたは祥子のスマホに電話をかけた。電話？何のことかわからんな。とぼけんなよ。お、これ瀬島を追い詰めていくわけだな。ボディーガード2人とも同じ顔しているんだが。手抜き、手抜きだよこれ。イラストじゃねえか、これポリゴン作ったって言えばいいのかな。 3D キャラ作ったのこれ。手抜きだねこれ。顔一緒。ということで今回はここまでとさせていただきます。いかついおじさんたちをねバックに一旦終わりとさせていただきますね。これサムネに使うかこれ。絵面いいな。はい、それでは深夜でした。次回瀬島のことを問い詰めていきますね。それじゃあまたね。